はい、レジャロンから10分ぐらい、なんかね、まあこのひたすら、歩道ではないんですよね、これはね、まあこの道路の脇にだいぶ用地はあるけども歩道になってない微妙な、ゾーン。これも怖いんだよな、こういうところがな。ここね、柵でこれ落ちますよね、そのまま行ったらね。なんか危なっかしい道ですね、ここはね。そう、もう国道のこういうところ、ロードサイド系店舗がね、あるところっていうのは、大体まあ歩道もあるものですから、そう、実際その部分の幅確保されてるわけでね、一部分途切れててもいいので、ちゃんと歩道をね、作ってもらいたいと思うんですけどもね、そこまで歩く人少ないんですかね。歩くだけじゃなくて、自転車とかも結構危ないですよね、これはね。そう、ね、どうにかしてほしいですけども、まあ、それはともかくまだまだ直進。まあ、あっち、あれはなんか、マンションですかね。ちょっと場違いな感じにも見えるけども、でも違うか。あそこは東金線の、名前忘れましたけどもね、鳴門と東金のちょうど間の駅が、あの辺ですかね。まあ、そう考えれば一応、まあ、東京にもね、その、そう、朝のあのね、4両足す6両で、こう、京葉線の特快になるようなものとかもありますからね。はい。で、まあ、とにかくまだ行くだけ。でももう10分、11分歩いてるわけですからね。これ大体まあ1時間ぐらい歩きがつくはずなので。そう考えるとこれも楽勝なのかな。今のところまあ左の太ももにね、もうちょっと違和感があるんですけども、それ以外はまあ足の痛みとかは全然なくて、歩数も結構立ってますよね、これはね。うお、4万歩行ってますね。4万700歩。あとは、あと6000歩ぐらいですかね、今日は。まあ4万5000は軽く行きますな。まあしかしこのぐらいの歩数でも、なんかもう、全然驚かないですね、本当にね。まあ当たり前になっている。はい、こちらちょっと真っ暗ですけどもね、右側ベイシアですね。ベイシアといえばまあ遊びの国とかいうね、まあ、ゲームコーナーがあったりしますけども、ここはどうだったんだろうな。ちなみになんかね、この付近というか、まあ、126号沿いとかにはベイシア結構まあ5、6店舗ぐらいあるみたいで、まあ、そのうち何店舗かはね、まあ、Google マップ上でも表示されるあのゲームコーナーがあったりするんですけども、ちょっとまあ、その、まあ私のこのルート上になかったりとかね、まあ今回みたいにこう時間が合わなかったりとかで、あんま行けそうにはないですね。明日一応茂原でまあ行けなくはない。けども時間がここも怪しいんだよな。ここは今一応ちゃんとした歩道になってますけども、これがどこまで続いてくれるかですね。ここはちゃんと歩道の橋がありますね。そう、ちょっとね、暗くて見づらいんで、それも怖いんですけどもね。そしてこれ正面はやっとというかちょっと町ですかね。東金の町、どうでいいのかな。はい。どっかで鉄道とクロスすると思うんですけどね。それはもうちょっと先ですかね。先ほど今ね、動画で止めてすぐのところですけども、ここ道の駅なんですかね。道の駅でいいのかな。こんなになんか街中近いところにあるんですかね。実りの里東金ですか。道の駅と書いてあるように見える。道の駅ということでね。当然この駐車場は24時間開放されていて、まあお店はやってないけども、まあね、今入っていく人もいますね。はい。右側がセントラル東金なのか。レジャランから25分ほど歩いてますね。まあ先ほどとはね、まあ全然違って、この、車道片側2車線で、まあ歩道もね、しっかりしているという、さっきのところもこうあって欲しかったんですけどもね。まあ前は。あとはこれがね、まあ、これも東金のだから、まあ市街地に入りつつあるというところですけども、まあ、この東金の市街地を挟んで反対側なんですよね、快活クラブはね。そう、このね、その市街地、1.5 キロ向こうを、この市街地 1.5 キロ手前にしてくれたらもう本当楽勝だったんですけどもね。はい、34分ほど歩いてきて、ここが今下がこれ東金線の線路ですかね。ちょっと上がっているんですけども、まあ、川ではなく線路でしょう。暗。まあでも電柱みたいなのが見えるのでね。まあ、おそらくここでしょう。はい。で、東金駅はちょっと見えない。まあそこの黄色信号がその鉄道ですかね。もう終電も終わってるはずですけどもね。まあ、向こうからのはまだあるのかな。はい。
私はまだまだ直進、レジャランから40分ぐらい、ダイヤパレス東金ですかね、まあ、全国どこに出回るようなやつですがいや本当にそうなのかな、東日本限定とか、いや分からないですけどもね。で今41分ほど歩いてきて、ちょっと左のかかとがね、まあ、痛みが出かかってるような状態ですね。まあこれはもうしょうがないんだよな。そう、まあ大体まあ3万5千ぐらいまででね、その痛みが出た場合はなんか、まあ調子が悪い、運が悪いという感じなんですけども、4万歩を超えてしまうとね、もういつどこの痛みが出てもこれはもう全く不思議ではないので、まあこれはしょうがない。本当にここはずっと一本道なんだよな。もう Google マップもこう全くこうね、寄り道とかも示さず、寄り道というかその、別ルートとかも示さずに、もうこの126号行くしかねえでって言ってるのでね。はい。で、この信号右が東金駅と出てましたかね。東金の真ん中でいいのかな、ここが。まあ、その東金駅があって、まあ、そのまま、目の前にね、まあ、市役所もある。で明日はまあ朝ね、まあ、一応市役所だけ見てから駅に向かおうと思ってるんですけども、ちなみに明日はね、まあ、この126号ではなく、まあちょっと斜めにショートカットするような形でね、まあ駅に向かう予定なんですけどもね、明日の朝のシーンもこの動画に入れますかね。はい、49分歩いてきて、ここが東金駅東入口交差点ですね。まあ、ここまっすぐ行くと東金駅で、まあおそらく合ってるんでしょう。さすがに暗くてわからん。そして、まああと15分ぐらいで着いてくれるといいんですけどもね。もうちょっとかかるのかな。まあちょっと今足のね、まあこの、なんて言うんですかね、くるぶしより先というんですかね。まあそこがなんかじんわりちょっと全体的に痛くなってきてるような感じ。まあ、それ以外はね、まあ、この声のトーンでもわかると思うんですけども、全然疲れとかはそんなにない、まあなんか心地よい疲れという程度なんですけどもね。まあちょっと足だけが、まあ、ついてこれてないような感じ。そう、これな、その痛みが本当に出てしまうと、ズキッと来てしまうとね、一気に歩くペースが落ちるので、そう、まあ私、一応ゲーセン巡り始めてからそれが出たのは、福山のね、一回だけなんですけども、ちょっとこれはいつそれが来てもおかしくないのでね、もうなんかヒヤヒヤしながら歩いてますね。そう。まあ普通に行くしかないですな。はい、レジャランから54分ぐらい歩いてきましたね。こちらラーメン山岡屋やってるんですかね。24時間営業年中無休なのか。すげえな。はい、そしてこの先のマックもやってるんですかね。いやいやいや。そして、今ちょっと地図を見たらね、あと1キロぐらいみたいですね。なのでまあ、あと12分で仮に着くとすると66分ですかね、レジャランからね。まあそんなもんでしょうな。はい、まあ大体まあそんなね、65分ぐらいと考えていたので、まあこのペースで歩ききれるんだったら全然 OK。でまあ、ちょっと東金の街を抜けつつあるような感じなのかな。この歩道がね、ネカフェまで続いててくれればいいんですけどもね。ジャスト1時間ですね、レジャランからね。まあ、そろそろ見えてほしいが、まだちょっと見えないか。わかんないですね。まあ、あと5、6分で着くと信じたい。はい、レジャランから1時間と5分歩いて、ようやくオレンジの看板来ましたね。快活クラブ。いやー、遠かったな、ここはさすがに。まあしかしね、まあこれまでの私の、経験の積み重ね、のおかげでね、まあなんか、こう、そんなにね、まあ実際疲れも大したことないですし、なんかまあ、まあ普通に行け歩けんだろうという感じでね。まあこう割とスムーズに来れたかなというところですかね。いやー、はい、ということで、まあゆっくり眠れるといいんですけどもね。そう、ここは個室ではないのでね、まあちょっと周りがうるさかったりするとまあ結構、その辺も大変そうですが、まあ仕方ねえな。はい、まあ安いのでね。では、おやすみなさい。おはようございます。今ここが私が泊まった快活ですね。昨日はまあ天気いまいちでしたけども、今日はこれは晴れですね。もう今朝8時前ですけども、日差しがちょっと痛いな。つか日焼け止めを塗ってないんだよな。この駅までの短時間でも焼けるかもしれない。
はい。まあ、ここお客さんね、そこそこ入っていたみたいですけども、そう、私の並びで6人中4人ぐらいというか、そのね、ブース4つぐらい埋まっていたんですけども、なんかそれでも全然うるさくなくてね、結構眠れましたね。はい。そして、まあ、どこでもいいっちゃどうでもいいですけど、割とね、ここコミックも充実というか、スケッチブックというね、まあ、漫画がありまして、私それ、まあ、前から、まあ、ちょっと立ち読みとかをしていたんですけども、つい先日、まあ、完結して、その最終巻ですね、14巻、それ私初めて見ましたね。はい。ということでね、そう、結構まあ、ここ、ね、もうここ1年半で、まあ、20回以上はね、カフェ泊まってるはずなんですけどもね。そう、それが読めたのがラッキー。で、まあ、この後ろのね、車が行き交っているところ、ここが昨日歩いた国道126号ですけども、そっちではなくてね、なんかその次ぐらいですかね、を右に曲がると、まあ、駅前にまっすぐ着くということでね、まあ、そちらから向かいます。快活から3分ぐらい、ここ右ですね。あとはまあ、なんか微妙にね、他の道と合流したりとかはあるみたいですけども、まあ、ほぼ一本道で、駅に着く。これ、ほんとなんか、日差しが痛いな。いやいや、なんか正面にあるのが駅前のなんか商業施設ですかね。そこにゲーセンが入ってるみたいなんですけども、まあ、ちょっと、寄ってる時間はないというか、今日はね、まあ、この後、メインとなるのは、大滝なんですよね。そう。いすみ鉄道と、小湊鉄道、その乗り潰しを行うんですけども、そこにね、その、乗り継ぎを考えると、早い時間に行かないといけないので、そう、1時2分発かな、大原駅が。そう、なのでまあ、残念ながらね、ここはスルーということになりますね。まあなんか、わかんないですけども、この辺からが街中というわけではないな。郊外の団地、今9分ぐらい歩いてますね。今ちょっと太い道に合流して、まあ、これをね、まあ、道なりに進めばいいのかな。14分ぐらい歩いてますね。まあもうそんなに駅は遠くないはずで、駅を過ぎてちょっと行ったところに市役所があるみたいなんで、まあそちらをね、まあ、軽く見てからですかね。はい、快活から20分、ここが、サンピアという、ここにゲーセンパラボランドがあったんですかね。わからない。また来ることありますかね。で、もうこの次の、この信号のすぐ左が駅なのかな。あんまり駅っぽい感じは、いや、それは駅っぽいな。はい。まあ、市役所はもうちょい真っすぐですね。ネカフェから22分来て、これですね。この右前方のやつ、これが、東金市役所。これ後ろの建物もそうなんですかね。これ手前のは相当年季入ってますね。後ろのがそうなのかわからないですけども、まあいいや。一応の正面ぐらいまで撮ってから駅に戻りましょうかね。東金は完全に初めて来ましたけどもね。ここはもともとは何だったんだろうな。まあ調べればすぐか。どうなんですかね。やっぱ東京に通うにはな、遠い気がしてしまうけどもな。そう、なんか微妙にこの、ちょっとだけ外れてるようなね、そんなイメージ。はい。まあ、駅に行きますか。私が乗る列車まで10分ぐらいですね。はい、ということで、こちらがさっきもね、見たサンピアで、ちょっとロータリーの方の植物が邪魔で駅舎が見えないか。これは結構古いのが残ってるんですかね。なかなか面白いな。はい、その東金駅と書いてある表示がわからないが、これはその辺に入り口があるわけじゃない、向こう側なんですかね、駅舎が。そうなのか。はい、まあじゃあ古戦橋渡っていきましょうか。まあこれ古戦橋の脇に古戦橋があってね、まあその駅側の方は改札を通らないといけないという構造なんですね。こっち側なのか、駅舎が。なんかね、向こうの方が、街の中心のような気もするんですけどもね。そう、だからまあでも、ね、作るほどの需要はないということなんでしょうね。はい、ということで、乗っていきましょう。